亀という漢字の由来は、100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。火曜日はケズメリクガメの倒し、うてしうてうし。皆さん、亀という漢字を書くことができますか？そう、こうやって書きますね。漢字というのは漢の字、つまりもともとは中国の字だったわけですが、この漢字も歴史をたどると甲骨文字という絵みたいな字から来ています。で、この亀という字も亀の絵から来ていて、上の部分は頭、下の部分は尻尾なんだけど、ここでクイズ。亀という漢字の中央部分は何を表しているでしょう？1、甲羅。2、お腹。3、甲羅と足。それでは、シンキングタイムスタート。答えは測定の後。ということで、第77週目の測定いきましょう。まず体重から、先週は 2130g でしたが、2210g プラス 80g しっかり増えてくれています。続きまして身長、先週は 28.3cm でしたが、28.5cm プラス 0.2cm へ、順調順調。30cm がそろそろ見えてきましたね。身長もすごいけど、持った時のずっしり感はもっとすごいです。それではクイズの答え、正解は3の甲羅と足でした。当たったかな。そう、亀の漢字の1個前の漢字はこう書いてたんだって。ほら、こう見るとここが足で、亀を横から見ているのがわかるよね。ずっと上から見た姿だと思ってたけど違うんだね。うん、だから何言ってうるさいよ。次は木曜日、サルバトールモニターのカマロを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。甲骨文字は亀の甲羅に書かれていました。昔の人サイコパス。